こんにちは。どうもどうもどうも、じゅんじです。いつもご視聴いただきありがとうございます。いやー、ほにね、雪が少ない、珍すんでねべがね。今日はね、遠野に来てっとも、こんなにね、雪がねえとは思わなかった。今回はね、遠野も結構ね、あちこち食ったどもね、その都度ね、ちょいちょいこう名前を出していただくね、お店があるためね、そろそろ行ってみねばわがねえなあと思ってね、やってきましたよ。遠野で言えば、食べ物で言えばやっぱりジンギスカンだり、アケガラスね、そんなイメージが強いかね。その中でも運命ラーメンがあっつよって毎回教えてもらってだった。この橋の手前がな、あ、ここだ。この右側ね、イコイさん、大した運命ってね、毎回喋られるの。では運命のおやつけで食っか。それでは、アイドカン。さてと、回転とほぼほぼ同時だからね、一番乗りかと思ったら先客がいだね。どれどれ、どんなメニューがある？あ、こういう憩いセットってこれいいね。ラーメンが塩ラーメンと、あと半チャーハンなりね、半ご飯なり、また味噌、醤油、塩、辛味、あ、これだ、このサンラータンメンね、何回かコメントもらってたんだよね。あだ、チャーハンも食ってみてえな。おめえはや、ラーメン、普通のラーメンか。じゃあ普通のチャーハンとって半分こすっか。ああ、つまりつまり、うん、そうすっぺ。お、五右衛門もいだぞ。あ、いえか、はいはい、はいと、これがね、サンラータンメン。うわ、熱そう。今回はね、チャーハンを二人で一つ、相方はラーメン。ドラ、ほんだらね、熱いのは苦手だけど。うん、熱い。美味しいね。あ、わかるわかる、これ運命は。はい、ということでね、行ってきました、遠野のラーメン工房イコイさん。いや、これね、美味しいよ。ただカレーだけかなと思ったら、そんなことはね、うま辛、うん、あとね、なんぼがね、若干の酸味もね、食欲をそそるね。ただね、一つ喋れば、熱い熱いラーメン頼んでね、文句喋る人は俺ぐれえなもんだべあの猫舌つうかね、猫唇つうのがね、あの食べた後に、ね、唇がね、あの真っ赤っかピンクにね、腫れ上がってやった。まあ俺みてえにね、猫舌の人はなんぼが何にすっかもすんねえども、でもね、うまさの方が数、うん、これはね、癖になるこった。ここの憩いさんはね、一人で切り盛りしてんだけどね、あのマスターね、侮れないよ。でこっちがね、二人で一個頼んでみたチャーハン、これまだたまげだ。うん、運命のなんのって。パラパラ度まではいかねえどもね、間ぐれえかな、パラパラとしっとり。これがね、運命のなんのって。やっぱりね、このマスター、どこでやってきたんだべね。岩手版中華の達人というような感じだね。
やっぱりね、遠野ではここが伊豆番目よって教えてくれた人のね、言葉がうなずけます。あとね、こっちはさらに驚いた。友達が食ってた普通の醤油ラーメンね、これまたたまげるっけ。若干甘めなんだけどもね、丸鶏とあだ煮干しの風味がね、ほのかにきてうんまかった。結構ね、真っ黒に見えんだけどもね、そこまで味は濃くない。たまにね、コメントで、いやうんまかったんだけどね、接客がねとかってコメントたまにもらうんだけどね、ここの憩いさんはね、この店をたった一人、マスターが一人でやってっから、店に入ってっても、もちろん中華鍋の音は聞こえても、出てくる音はねえからね。でもね、ちゃんと把握してるっけから、順番通りにね、水を入れ、注文取ってくっけから、まずがいはねえけが、そこだけね、加味して言ってもらえればね。そうでねえばね、まだ後で書かれっから、入ったけどね、案内もされなかったとかってね。あずはバッツリだが、まず見えねえ、うまかった。ということでね、今回は遠野のラーメン工房憩いさん紹介しましたよ。ありがとうね、ごちそうさま。君の笑顔の向こうにある悲しみは僕の届かないところにあるものなのか。ってか、ほんだらね、バイバイ。